こんばんは、うどんです。今日も信長の野望大使 PK、スタートしていきましょうか。さて、今回プレイするのは龍虎決盟、武田信玄が上杉謙信の同盟を組んでるシナリオですね。さて、龍虎決盟の、新勢力作成、大名は武田信虎で、甲斐に帰ろうという、この時代の武田信虎は、まだ足利幕府の一員だったらしいんですが、まあなので拠点はまあ幕府の近く、延暦寺の近くに拠点を置き、そして家臣はちょっとね迷ったんですけど、前使った慶喜一門を丸々使おうかなと。これ慶喜派の連中ですね。まあ慶喜派の、ね、連中がまあ逃げ込んだというぐらいな感じで、ここら辺を使っていきます。慶喜と、まあ、慶喜派の長坂長官祭の弟だっけな、兄だっけな、と、おぶ、それと、地兄弟の曽根、あと、なんだっけ、嫁の霊昇院、と、穴山の、また兄弟。という感じのスタートいきます。さて、寿命設定なんですけど、もともと龍虎決盟の武田信玄で長寿設定になってるんですよ。なので、おそらく寿命はプラス10年。おそらく1583年まで生きると思う。なので、信虎も寿命を1583年に揃えました。まあ、なので1583年の信虎が死ぬ前に、まあ、辻ヶ崎館に帰りたいですね。まあ、ルートは当然、織田を抜け、武田と戦い、という感じになると思いますんで。あとはその信長包囲網の連中をね、どうするか、みたいなところもあります。この力でねじ伏せてやろう。さあ、というわけで天道昇乱。一応固有の志なんですよね、信虎。人の運は天が定めたものならば、心のままに祭りごとを行うこともよかろう。諸行無常、甲斐源氏。この志、果たさずに死ねるかよ。そうなんだ、太閤立志伝5って和解あるんだ。へえ。さて、諸行無常、分裂の会を再統一、逆襲の虎、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がる、領外で決戦すると部隊の防御力が上がる、で、縁定め、婚姻同盟勢力が実行している方策の場合、実行に必要な施策力が下がる。ほう。ほう。これは旧兵勝負でいいのかな？勢力の民中が下がる。勢力の民中が下がるのはあまりよろしくない。甲斐源氏、親善効果が上がる。源義家に始まる源氏の嫡流。朝廷からの使者が来訪しやすくなる。で、領内の長家の金銭収入が増える。戦線すると他勢力が加入し、加勢しにくくなる。なかなか面白いですね。おー、源氏嫡流である武田氏の飛躍。ご命令を。まあ、すでに、信玄に乗っ取られてるわけですけど。で、外交状況。武田と上杉は、永続同盟かつ、信長包囲網連中とは4年間の同盟。ということは、あれか、周りは全員敵か。で、あと、織田。まあ、全部敵やな。全部敵ですね。全部敵か。まあ、この時代は、幕府の家臣なんで、ちょっと一応、親善。ただね、多分ね、足掛け多分ダメだと思うよ、これ。相手のダメよから敵視されてます。京都に入っちゃってるんで、同盟組めない。従属もできません。心中できるのは織田武田とかになっちゃう。で、次、対名。闇取引。
闇取引、徴兵号令、農兵精錬、備えあれば憂いなし、馬術。まあ悪くはないです。まあまあいいですね。なんといっても闇取引がある。まあ正直、織田に、でもね、あのね、織田、あと三好か。あと三好に従属可能。ただ三好に従属可能だけど、三好は完全に武田派なんで、あかんですね。まあ、とりあえず、あの、信玄に組みしてる以上は、信長包囲網側とは戦い、信長包囲網側は敵と思いましょう。で、信長は、これね、味方にしてもなーという思うんで、今はとりあえず全員敵だと思うわ。よし、だけど今は全員敵。全員敵だと思って頑張りましょう。ただ、親善も何もできないっていうのがね、兵を増やして、まあ兵を増やして六角なり、浅井なりから戦っていきましょうか。ね、僕もね、信虎はかなり外交積極的だなと思うんですけど、でも結局信玄たち、重臣たちに追い払われたってことは、まあ、何らかしらの、そういう理由があるってことですからね。商人町。暴類。純権上。いや、これを撤去。純権上。かしこまった。ルートではなく、ここに防塁。かしこまりました。と、宿場町。さ、ちなみに延暦寺は、いやー、延暦寺城。こんな感じ。いやはや。いいですね。延暦寺、ここ。延暦寺がここで、延暦寺城、後ろに、延暦寺を守るかのように。いいですね。これ、準権所かな、僕が作った。これ、なかなかですね。最近、そういえば、あの、ライブドアニュースのチャンネルで、なんだっけ、城巡りの、信長寝坊大使の城巡りの YouTube チャンネルありますよね。あれ、いいですよね。いやー、なんかね、やっぱ、信長寝坊大使はね、城が本当に美しいんで、城がほんと美しいんですよね、これ。ほんと見ちゃう。ほんと素晴らしい。ほんと素晴らしい。いや、こんな感じであのね、あの、城ライターの人だ、城ライターの人が、あの、城のうんちくを語る放送ですね。さあ、解けていきましょう。ね、ほんとね、景観ソフトだと思うよ、大使。素晴らしい。表情、始めるぜ。さ、まずは論議軍、いや、論議対名で進めていきましょう。光って28、26、25。これで表情はお開きだ。まあ、まずは武人村長。足利ね。合唱のご内緒ね。ちなみに、武将国を見ると、信虎は80歳。うん。で、一蓮托生。一蓮托生は要するにあの、魚で、延暦寺のその不滅のなんとかって、あれあの、漫画の信長に出てきたやつだよね。で、吉信早掛け、猛攻。なんだっけ、あの、信長っていう漫画があって、延暦寺の話やってたような気がする。で、突撃の穴山の武庫に、おぶは赤備え突撃。で、曽根。曽根はこれ、武田信の地兄弟です。なので、池田恒ちゃんと同じ能力にしてます。あの漫画面白かったっすよね、信長。で、長坂は、長坂長官祭の弟か何かですね。で、霊長院は、吉信の嫁。父は今川義元。結婚させてやろう。吉信と霊長院。ありがとう。はい、
吉野も支えていただきましょうって感じかな。今はとりあえず歩兵しつつ、かしこまった、ゲッチ。さて、いや信長寝坊大使のグラフィックはね、ほんともったいないんでね、次回作に生かしてほしいなと思うし、かしこまった。2月、まあどうにもな、うん、あ、いやー委任してないですね。ただこれね、今委任、そう、農業はね、農業は委任しておきましょう。さ、で兵が溜まったら、そう、まあ六角からでしょ、やるとしたら六角か浅井か、ま、で六角でしょうね。で、ただね、工場戦を考えるともうちょっと兵が欲しいね。もうちょっと兵が欲しい。3000は欲しいですね。あたりの使者。一応なんだけど、この時代の信虎ですけど、六角と一緒に、伊賀方面で動いてたらしいですよ。足利幕府の命令で。なんで、最初ね、これ、六角と同じ国にしようかなと思ったぐらいだったんですけど、六角吉方。六角。なので、六角とはね、仲良くしたいですね。仲良くしたいって言っても滅ぼすんですけど。はい、下のタイトルにも書いてますけど、寿命を1583年設定にしてます。で、信玄がおそらくそのタイミング。じゃあ、まあ、とりあえず今は、我慢。浅井と通称、まあ一応表情始めるぜ。いやー、奥義一戦ね、そう、奥義一戦ね、あの奥義一戦だったらねって感じなんですけど、この奥義一戦はいまいちな。これで表情はお開きだ。さ、農業重視、進出費低下、効率的投資、まあ農作業費用を下げときましょう。進出費低下、どこにも進出できませんけどね。ご命令を。2500いけるかな。ただ援軍が来るとめんどくさいことになりますね。まあまあ今はさすがにね、自信まで見てられないんで。かしこまった。ああ、ちょっとね、他の一問考えたんですけど、信繁はさ、やっぱりあれ、信玄について、信玄に死ぬべき弟だと思うんですよ、信繁は。なんでちょっと信繁入れなかった。なんかね、仲間になってほしくなかったんですよ、信繁は。もう一ターン我慢するか。いや、ごめんなさい、もう一ターン我慢する。おお、始まりましたね。参戦だけどね。長島ね。さて。かしこまった。じゃあ、行きましょう。そう、なんかね、お兄ちゃんこといてほしいみたいなね。そう、親父は信繁好きなんだけど、信繁、ああ、ちなみに今戦の武田。当然信繁はもう死んでます。この時代はすでに川中島の合戦やった後なんで、第4次の。信玄、正幸。で、山形、馬場、高坂、武田勝頼、内藤。すでに武田勝頼が後継者、28歳ですね。内藤、三代、幸高がまだ生きてますね。幸高、秋山、岡部、ほんと岡部かっこいいっすよね。岡部はめっちゃかっこいい。三代、正輝。一条信達、まあ強いですね。まあ素晴らしい。四名神健在かつ三田正幸。勘助たちは死ん、勘助はさすがにもう死んでるんですけど、勘助と信繁が死んだ。で、あ統率100超え3人、信長、秀吉、光秀、そして柴田勝家、滝川一益、蒲生、堀、竹中半兵衛、織田信忠。いやー、揃ってますね。
揃ってますね。揃ってるね。殺王だ。で、やっぱりこれね、中ボス信長、大ボス信玄だと思ってるんですけど、そもそも中ボスの方が強いんじゃないか説もあるんですが、あと徳川がどうせおそらく滅ぼされて武田に吸収されますね。そう、半兵衛はね、いつかやりたいと思ってるんですけど、なかなかちょっとね、やる機会がなくてね、半兵衛は。半兵衛はちょっと独立君主にするには、あれじゃない？だから稲葉山乗っ取り？ただ、稲葉山乗っ取りの半兵衛ってそんなに難易度が高いわけじゃないから、ちょっとね、ちょっと難しいんですよ。この力でねじ伏せてやろう。武田六角に、ほか旧勢力。足利の援軍、足利の援軍付き、足利の援軍付きね。牢城、牢城、結構ギリギリで行かないと牢城しますね。これ3人、太子両乱で半兵衛使ってた僕、そうなんだ、そうなんだとしか言いようがない。自分でそうなんだって言いますけど、つねちゃんと同じ能力の曽根さんを早速ちょっと使ってみましょう。曽根で、吉信がアホなんで、バフとして長坂を軍師につける。オブには穴山をつけて、霊将には留守番。確かに攻撃100超えてますね。出てこない。いやー、さすがに僕ね、自分が何やったか忘れてるんですけど、出てこない。あ、ごめんなさい、1800なら出てくるね。1800ね、1800で調整しましょう。1800で調整して、1人400プラス、信虎500、オブ500、1900、出てこない出てこない。これは互角でやるしかないですね。そうですね、鉄砲持ってきましょう。曽根に鉄砲撃たせる。ドッツでやるしかないですね。出陣だ。ドッツでやるしかない。相手は3人、六角、三雲、森田、常雲。足利から援軍来ましたね。在ながら対面、お、松永な。でもどうやっても松永を手に入れることはできないんで、僕位置的に。さ、初戦。さて、仲良くしてもらいましょう。この数はもう沼一発勝負ですね。沼一発勝負いきたい。あ、間違えた。また間違えた。今日はちょっとね、操作ミスが多いな。沼。柵をちょっと張っときましょう。柵。そう、僕もね、小規模合戦大好き。なんか3万対3万で、角翼に組んで、がっつりぶつかるのも、あれはあれで楽しいんですけど、もちろん。
少数の方がヒリヒリ感がね、少数のヒリヒリ感はたまらんもんがある。ご命令を覚悟せよ。やってやろうじゃねえか。まずちょっと策的に行きましょう。やってやろうじゃねえか。いや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 、被害なし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 、かまへん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 、よし来た、知れましたな、始めるぞ、やってやろうじゃねえか、始めるぜ、いや、デチュ覚悟せよ。ゲチよ、ご命令を、もうちょっと左に寄っとくか、始めるぞ、守りが甘いぞ、やりたい、前へ、そうですね、あの足利は滅ぼしたいですね、必ず前へ、細川藤孝と足利義昭の2人の魚が手に入るんで、で一応僕の10年間タイムリミットは1500、まあ寿命設定が1583年なんで、大体10年だと思ってるんですけど、ちょっとね、分かりかねる10年、10年どんな感じか。ん？ゲチよ、先っぽがちょっと引っかかってんのか、これ。ゲチよ、始めるぞ、覚悟しておけ、このままで。よし。さあ、覚悟せよ、さあ行こうぜ、九州敵の居所知れました、六角、これほど、これ完全にこっち向いてんな、うわ、やりたい、前へ、これは釣られるより、いや沼に落ちてるからいっか、ご命令、かかれ、覚悟せよ、よろしくない、一連卓勝、にゃっはっは、このままでは、横槍を入れろ、我らが破れるとは、やってやるぜ、あ、肉毛を倒して、オッケーオッケー、引くぞ、さあ引きましょう、始めるぜ、やりたい、前へ、ちょっとケツが当たってるか、前へ、柵に引っかかってほしい、かかれ、ちょっとケツが焼けてますね、始めるぞ、やってやろうじゃねえか、よしよし、デチュ始めるぞ、逆進行、さあ行こうぜ、格の差、小木戦、思い知るがよい、小木戦、速度の攻撃アップ、馬装備時敵は交代、練り上げし我が部、とくとみよ、ご命令を、やってやるぜ、さて、まあ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 1206、3分の1を失いましたね、勝ち戦だ、宴の支度だ僕ね、足利家にね、従属したかったんですよ、本当は。従属なり同盟したかったんですよ、設定的に。許されないんで、比叡山に立った以上。さあ。ことじけなし。よしよし。いけるいけるいける。余裕でした。腹の底から、勝ち時を上げろ！さあ、六角と仲良くなりましょう。で、一旦引き上げて、さあ、石部城なんですけど、戦場上限55,000、とても守れない、とても守れない、次はまあ、戦力的には浅いですかね、いや、次も足利ですね、次足利でしょう、やってしまいましょう、足利やってしまおう。足利将軍家を倒さないといつ食らうか分かんないんで、
ご命令を。無印の時の奥義戦もう覚えてねえな。4000。はっ。そうそう、今対面食らったらたまったもんじゃないんで早くどうにかしちゃいましょう。で、石部城にはよし、うわ赤いなぁ。赤いですね。かたじけない。赤すぎてどうにもならんすね。赤すぎてどうにもならんな、これ。感情2枚では。一応、大宴会はあるんですけど、いやー、包囲網はどうでしょう。包囲網のある足利将軍家に近づくの久しぶりなんですけど、一気のようにプレイヤー優先でしたっけ。プレイヤー優先だったかもしんない。いや、一気はプレイヤー優先だ、プレイヤー優先かどうかはね、定かじゃないんですけどね、定かじゃないんですけどね。あ、無印の時は指揮攻撃アッププレイヤー、プレイ、もちろんプレイヤー優先。そうか、そうだよね、そうだよね。かしこまった。徴兵号令しましょう。この志果たさずに死ねるかよ。へえ、1582年でやると織田優先してたかも。で、あとは石部城周りも。ただ石部城戦場上限がほんと絶望的なんで、55000、今攻められたら確実に落ちる。なんでもうほぼほぼ諦めムードで、準検所と、わかりました、もう準検所だけでいいや。はっ、はっ、はっ。今は比叡山の方強化しましょう。そう、次の目標は足利よ。次の目標は足利なんだけど、まあとりあえず編成、編成と徴兵号令で、そう、やったやった、徴兵号令。織田、表情始めるぜ。一つ考えがある。こう、おお、開いた開いた。これで表情はお開きだ。ついに、これで信虎も大名発言、信虎大名発言で小仁田隊織田の使者をね、いやー、この本当はこの状況の信虎だったら織田と組むのもね、全然やぶさかではないんですけど、まあ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 、ご命令を。さ、足利行きましょう。ただ足利はもう本当に同盟国か、広いんであっちこっちから同盟飛んでくるはず。あれ、よく勝ったね、勝った、撃退した、勝ったか撃退かしましたね、松永が。ようやるな。あれ、高槻城、松永って、四季さんと高槻二つなんですね。さっきから二つあったか、ごめん、四季さん一つだと思ってた。よくやりますね。じゃあ、これだったら、足利を貫通すれば松永回収もできるかも。まあ、足利松永回収して、山城あたりを抑えて、山城を抑えて、浅井落として、織田と敵対って感じですかね。さて、では足利へ。この力でねじ伏せてやろう。幕府に刃を向けるか、不埒者め。我は武田足利にお味方する。あ、そうか、本願寺が。あー、確かにね、確かにね、確かにね。さあ、倒幕の始まりっす。3300。2100。いやー、でもね、今の戦力で、
本願寺まで落とせるかどうかは忍とも勘とも。まだ調略は入っとらんやろ。まだ調略は入っとらんやろ。中世やばいけど、そんなすぐ調略は飛んでこないでしょ。2000。あー、牙が。だから牙にしたい。500。600。600。600。500。鉄砲。出てこない。これも同数じゃない、出てきませんね。これも同数のみ。よし。まあ、確かに。まあ、確かにね。まあ、リスクは減らしましょうか。六角は下ろして、三雲は黄色だからいいやろ。さあ、行きましょう。2100。さあ、比叡山から駆け下りますぞ。確かに、位置的に、比叡山は確かに京都、なんだっけ、王城鎮護のなんとかかんとかみたいな、京都を見下ろす比叡山がね、京都を守る場所ですね。いい感じやな。拡大主義、この志必ずや果たしてみせよう。大義名分、鬼門だっけ。2200。7部隊。上泉信綱。京極高吉。上田森田。柳沢。松井。細川藤とかが出てきてないですね、珍しく。あ、いた。上田光次隊ですね。まあ行きましょう。さて4対7、2勝の戦い。上泉信綱がいるとね、上泉信綱ですね。鉄砲がいないんで、おびき寄せ放題。おびき寄せ放題。基本的には沼ですね。沼。沼。からの、柵を。柵を作って、北側は柵で押さえて、西から呼びましょう。鉄砲隊で。行くぜ。ああ、慶喜が王道執行のまま。なるほど。まあ、慶喜が後を継ぐことは、多分ないんで。始めるぞ。やってやろうじゃねえか。まずは策敵。お命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。敵の居所知れましたな。始めるぜ。で、鉄砲でおびき寄せましょう。始めるぞ。名乗りが甘いぞ。やりたい、前へ。ポロリがあるかどうかね、わからない。お命令を。やってみないといろいろわかんないんで、僕も。覚悟せよ。始めるぞ。やってやろうじゃねえか。覚悟せよ。ん、ケツを掘られた。かかれ。ああ、いや、余計なダメージ返しすぎた。ご命令を。
覚悟せよ。やってやろうじゃねえか。まあ鉄砲って呼び出しましょう。もえ。ん？やりたい。もえ。切り込め。敵の居所知れました。織田がどのタイミングで来るかですね。やってやろうじゃねえか。覚悟せよ。織田が来る前にどれだけ勢力を増やせるかですかね。我が軍力よ、やりたい、前へ叩き潰せ。またか。切り込め。あまり良くないんだけど、まあやりましょう。負けてやる気はさらさらねえぞ。我らが破られたらやってやろうじゃねえか。熱全く罠に引っかからねえな。あー、回避持ち生意気。引くぞ。生意気。やりたい、前へ。これほどと、まさか我らが。こっちに来てくれると嬉しいんですが。覚悟しておけ。足止め。我らが破れるか。さあ行こうぜ。バカは、まさか負けるとは。ちょっとこれでは素人せないですね。81か。ご命令を覚悟しておけ。やりたい、もえ。いかんともしがたし、いかんともしがたし。覚悟せよ。こしゃくな。やってやろうじゃねえか。線切っちゃいましたね。こしゃくな。一応全滅させましたが。やりたい、前へ。敵の部隊が多かったんで、結構被害が出てしまって。降りたジョン。ことじけなし。あ、落とせるんだ。いや、何が苦労せず落とせそうだ。ほんとこれ、まあやってみましょう。740対284、29日。お、いけそう、ギリギリいけそう。これ強行にすると、あの気がつくとまたおっと、3歳。おたと通称、まあ通称だけは結んどきましょう、今のうちに。ご命令を。さて。アザイはこれはなんか滅びそうな雰囲気がありますね。はい、声がかわいい。4000。腹の底から勝ち時を上げろ。さ、二条城越して強国高吉、強国が下る。かたじけない。さ、何せ一回これ騎乗ですね。信虎は京都に入りましょうか。信虎を京都に入れる。信虎と曽根を京都に入れる。信虎は京都に入れる。清水山ごっつぁんはね、あり得る位置ですね。さあ、都を抑えた。できれば早めに牧島行きたい。早めに牧島に行っちゃいましょう。3000。3部隊。3000で。進め。牧島は、まあ小次郎ですね。まあ小次郎。
ましたが25、はい、これは足利が何らか滅びそうですね。ご命令を。足利が何らか滅びて浅井を吸収中。浅井な、浅井お市、お市な、お市な。なんかね、浅井に関しては別に織田に吸収されてもいいかなって気がするんですが、どうでしょう。なんか長政とお市が織田についてほしいなという気持ちがちょっとあったり。かしこまった。さて、京都、さすがに京都も防塁作ってもあんまり意味ないですね。京都も防塁作ってもしょうがないんで、茶屋と宿場町作ってましょうか。承知。まあ確かに武将の足りない感はあるよね、これ明らかに。こっから辻ヶ崎館を目指すとすると、織田と武田からはおそらくもう武将吸収できないんで。あ、織田にが囲まれてる。まあ吸収しとくか。まあ吸収しとくか。なんか足りなくなるのがね、十作塾が貯水池にある。傭兵塾。いや、ああ作れますね、作れる。こっと貯水池は、はたのと一式。表情始めるぜ。策がございます。タイムリミット的には、信虎の寿命と信玄の寿命ですかね。信虎と信玄がどっちも1583年没になってます。多分というのは、信玄の寿命がよくわからないからっす。これで表情はお開きだ。流行決明の信玄がおそらく長寿設定になってるんじゃないかっていう話で、多分83年なんですよ、信玄が。なので、自分も83年にしました。ゲッチ楽一楽座、楽一楽座、このまま落としちゃいましょう。このまま落としちゃって、で徴兵号令中。まあ行っちゃいましょう。我らの勝ちを、勝ち抜きを。で、マキシマ。かたじけない。からの、カサミヤ直はさすがにちょっと無理かな。入場しよう。部分入場。ソネを、マキシマに入れて、二条御所と、マキシマから合流して、2000で浅宮行きましょう。ついてこい。ちっちゃいな。さあ、足利が最後の城は34日。そうね、まあやっぱり織田と戦う上では、まあ吸収しといた方がいいでしょうということで。で、順調に続けると。牧島城は、牧島はこれ絶対にボール作った方がいいですね。牧島も考えると、この茶室、あー、いやー、砦を一つ壊すか。砦と忍びの里はいらない。お金が10円しかない。この志、必ずや果たしてみせようぞ。最後にイタチの最後っぺは織田家です。
これこれこれ、そういう生き残り方、なるほどな。お市と柴田勝家、柴田勝家勝つ、浅井長政、柴田勝家、柴田勝家勝つ。あれ、これもう浅井の吸収もできないんじゃない、そもそも。そもそも浅井の吸収もできません。これは完璧なやり方ですね。これ下手すると足利と浅井がどっちも吸収されますね、織田に。これは賢い、生意気賢い。これ手切れでどうにかなるの？まあ今の時点では手切れがないんですけど。あ、お、武田いや武田だ、喜んじゃいけないんですけど、喜んじゃいけないんですけど、信玄が上洛を、郡上八幡と名古屋城。ああ、滅ぶ。ご命令を。まさか将軍を援護しに行かなきゃいけないとは、うちが。手切れはできません。いやー、これ、将軍の援護に行かないといけませんね。援護しないと滅ぶんですよ、これ。援護しないと滅ぶ。三国志の回で話しましょう。これは本当にうまいことやりやがりましたね。うまいことやりやがった。承知。うん。忠誠を六角、いや六角の仕方は僕ね、これね、なんか大事になってきた六角、片付けない。六角のね、息子が寝返りました。片付けないちょっと待ってくれ、忠誠使いすぎ、片付けない、忠誠使いすぎ。まあしょうがない、うん。最後の一枚上司でもよかったな。まあいいや。で、これ援護しないとダメだな。2000ならば援護に行きましょう。8日うちが防衛側、よしよしよし。この数であれば圧勝ですね。この数であれば圧勝なんで。まあでもね、六角と仲良くするのは全然ありでしょ。全然ありでしょ。倍の兵力でいいか。4000で。出陣だ。一応防衛側を取ってるんで、秀吉と義明、足利、当然秀吉が勝つ。仕方ねえ。待つか。で、撃退する。勝ち戦だ。おかげの支度だ。で、騎乗。まさかね、半年間、これ、半年間か。半年間、足利を頑張って守りましょう。半年間、足利を守る。ああ、旗野とか黒だね。まあ、遠いですけど、まあ、残り時間との兼ね合いですね。あと10年。あと、それとまあ、今の時点は、これ、将軍を守ること優先でしょう。で、浅井も守れるなら守ります。今は、浅井と足利を半年守る。それを最優先で。表情、始めるぜ。策がございます。伝令の顔ぐらがよくわかんない。あ、でも、わかる気がする。伝令の顔ぐら、わかる。赤い鎧のやつだっけ？
そう、信玄がノービヘアを荒らし、信玄がノービヘアを荒らしてくれてるんで。これで表情はお開きだ。今これがちょっと時間稼ぎになればいいんですけど。農兵徴用ガンガン取るか。農兵徴用ガンガン取ろう。提案強化。まさかね、まさか足利を介護することになるとは思いませんでした。正直これ。我々との関わり合いを閉ざしてる。まあなんせ京都から追い払いましたからね。京都から追い払ったからな。で、僕今結果的に、ね、将軍を味方してるんですけど、畑野は小田川。畑野赤松はね、そのうち攻略考えていいと思います。ただ、まあ、まだまだ、全然先ですね。で、ノービヘイはどうなってる？郡上八幡は内藤が囲んでる。名古屋城は信玄が囲んでいる。信玄2万8000。いや、でもこれね、僕、この期間が終わったらすぐ足利を滅ぼすつもりなんで、そのタイミングで、ここら辺と同盟組んでてもどうせ破綻しちゃうんですよ。なので、今ちょっと余計な外交できないな。どうせ足利祭を滅ぼすときに、本願寺との関係破綻しますんで。滝川が奮闘。うわぁ、すげえな。あれ、大丈夫。筒井純慶が、筒井が織田を攻めてる。筒井が織田を攻めてる。信長対信玄。でも信長兵少なすぎ、これ。朝倉義景。桃地三太夫の活躍。そうか、この、シナリオ的に桃地がついてるのか。これ、今行くか。ちょっと今、介護大丈夫っぽいんで、今のうちに、スパッと。スパッと。ちょっと、もっと短く、もっと早く。6日で。142であれば3000で落とせる。いや、ちょっと待って。観音寺城の攻め口いくつだ？あ、ちっちゃい。2つ。いや、多分ね、守るの難しいと思うんですけど、まあ、ほんのちょっとの間だけでも収入になれば、な、みたいな。はぁ、いいですなぁ。いいですなぁ。僕ね、城に対して詳しくないんで、なんかね、僕もね、なんかこれ、すごい、これ見て語りたくなる気持ちは本当わかる。めちゃめちゃ美しいもん。よし、行きましょう。6日間で、最速で行きましょう。6日間で、うん。まあでも、ああいうチャンネルがあると、先陣を切らせてもらう。光栄がもう戦々恐々とするところがあると思うんですよ。明らかにシーツと違う城もあるじゃないですか。山城なんだけど平城に作ってあるとか、平城なんだけど山城に作ってあるとか、そういうとこもあると思うんで、なんかそういうとこなんか行きたくないな、多分あると思うんですよね。ゲッチ。それ、今その話をちょうどしてたんですけど、その話。ああいうのはいいですよね。ああいうのとてもいいと思う。足利に来ちゃってる。あ、本当だ、足利に来てんな。足利に来ちゃってる。困るな、宿場町。かしこまった。牧島の、あれ？あ、そうそう、壊しただけだったんだった。牧島に防塁と巡検場。かしこまった。はっ。5000。5000か。
5000か。迎撃できるとは思うんですけど、ちょっとこの観音寺がどうなるか。天も人も俺に背くことは許さない。金がね、本当ね、まさかの、まさかの観音寺ピロリ。あれあれれおかしいな。おかしいな。叩きってやりたいんですけど、叩きってやりたいんですけど、まあ許しましょう。戻ってきました。かたじけない。で、大谷がこれ通過しちゃうんで、援軍を呼びましょう。援軍を呼んで、大谷が間に合わない。援軍が、援軍間に合わない。目標ここで集結。ここまた間違えた。合流、延暦寺、二条城、目標、ここで、陽谷義次が後手側ってことは、石部城を集結地点にして、ありがとうございます。そうですね、石部合流でね、いい感じいい感じ。石部合流で観音寺に、安土に戻って、大谷義次合流し、大谷義次を迎撃しましょう。旦那と離れ離れになってしまった。いやでもこういう微調整がね、あの信長なんだろう。大使ね、やっぱり僕ね結構好き、大使結構好き。大使好きだな、なんかこういうところとかも。最近僕なんだっけ、クルセダーキング3を今日昼間やってたんですけど、ほんのちょっとだけパラドゲーっぽいよねって思う、こういうところも。集結地点ここだけど、移動地点観音寺にしてるんで間に合うはず。仕方ねえ、待つか。パラダの戦争はもうあれ移動ゲーだもんね。武田の言い直ったら東どうなってる。名古屋が落ちて、信玄が大暴れ中。信玄大暴れですね。徳川がスルーされている。スルーされた徳川。で、堀が、筒井を滅ぼしに行っている。兵減りましたね。その代わり沢山と日野の兵が増えてしまいました。増えてしまいましたね。3200はね、余裕追い返しましょう。これが器の違いってもんだ。8600、取るなら戦場上限的に日野ですね。取るなら日野なんですけど、取るなら日野だな。出陣だ。ただこれ浅井と将軍をお守りするのが、もうお守りするってのは変な話ですけど、浅井と足利を守ることを優先しなきゃ。木之丞はもう無理そうだったらさっさ撤収しましょう。だからやめましょう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 。無理無理、士気も旺盛ですし、全体で言うと織田家勝、いやそうでもないのか。まあちょっと無理はやめましょう。そう、米もね、米もあれだし、観音寺をごっつぁんできただけでも大いにラッキーなんで。いやー、信玄の迎撃に夢中ですね。いいぞいいぞいいぞ。秀吉1万6000が信玄2万3000に向かっている。郡上八幡の戦場上限は1万。面白いですね。
そうですね、包囲網がうまく生きてます、うまくいってますね。長平攻略消えた、堀が勝利、筒井が滅ぶ。さすがに筒井の介護は無理やで、これ本当？本当に無理？不可能じゃないけど、やってやれなくはないけど、やってやれなくはないけど、うわーよく、うわ すげえことになってた。いや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 、これ28日だから通過できるはず。いやーちょっとね、あの軍勢がねこっちに来るのは困る。いや多分これそもそも持たないし、あとまあ島左近が織田に行くならそれはそれでいいかなと思うんで、うん、いいやいいやいいや。あんまり欲張って秀吉がこっちに来られるとすごい大変なことになっちゃうんで、秀吉はこっち来ないように。あ、調略家投げましょう。知略高いやつがいない、知略高いやつがいない、知略高いやつがいない。観音寺はもう守りようがないんで、もう適当に茶屋と茶屋作って終わり。あ、確かに日野と沢山がこの軍勢が全滅したタイミングで襲撃かけましょう。この軍勢おそらく信玄に負けるんで、あ、観音寺に六角を入れてあげたい。いいじゃないですか。な、仲良くしといてよかっただろう、六角、俺と。もう帰り咲きました、帰り咲いて、ほら息子と三雲も入れてあるよ。かしこまりました。もうこれはもうウキウキでしょ。あれあれひどいなこれ、ひどいな。かしこまった。観音寺城の観音寺城がひどいことになってる、農民が。3月、うん、まあどうしようもないでしょうね、うん、天も人も俺に背くことは許さぬ。でこの部隊が全滅したらそうですね、9月12月のね主導開墾ね大事。あ、うっそ間に合うか、さすがに間に合わんか。これはが兵700で2日後、進むのだ。2日後ならワンチャン、兵100なら。日野も、日野は無理だろうな、さすがに日野はさすがに無理っぽいな。日野は集結地点こっから5日後、ワンチャン行ってみましょう。市部城から慶喜と長坂で進め。あダメだった、ダメでした、危ない危ない。ちはダメか、ぬぬ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 、ダメでした。まあ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 
で、郡上八幡はまあもう落ちるだろう。郡上八幡陥落で、松永がこれ逆進行してる、やりおる、無茶しよう。あ、今なら人が入ってないからピロ、あ、そんなことないわ、信忠だ。しかしあの目指しかの方位に苦しめられてますね、信長が。確かに武田2代で織田を食い散らかしてる。誰も輝かない。表情はお開きだ。表情お開きだ。人殺し。まあちょっと保留しよう。ポイントが少なすぎる。竜虎決明シナリオ、あの上杉が全く動かないのがちょっと僕ね不満なんですけど、結局上杉が攻める場所がないんですよね。あの武田と北条が同盟してしまってるから関東に入ることもできないし、でこっちは当然同盟国、同盟の同盟の越前と本願だし、行く場所がないんですよね全く。まあだからといってこっちには上杉いかんし、影勝ならね会津に行くかもしれないんですけど、まああの信玄を強くする代わりに謙信が空気になっちゃったみたいなのが竜虎決明ですね。ちょっと残念だな、謙信普通に死んじゃうし。まあ謙信と組んだことであの完全に後ろが安全になって武田がやりたい放題っていう。秀吉の九州攻めシナリオね、そうね、小田原になっちゃうもんね天王山の後。ただあの大使のシステム的に秀吉が九州攻めるのって、あ、いや大使のシステムなら逆にやりやすいのか。でも宣戦布告できないか。また行った、また行った、よし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 、やばいね。ご命令を。ね、そうそう、謙信があのこの位置から織田に宣戦布告してこう来てくれればいいんですけど、大使ってあの同盟国の上を通って進行って CPU しないじゃないですか。まあそもそもそれをまあやらない方がいいとは思うんですけど、やっちゃうと結構大変じゃない。それをやられると難易度が上がりすぎるんじゃないか。いやどうだろう、どうだろうね。かしこまった。自分はよくやるじゃん、プレイヤー側はよくやるじゃないですか、あの同盟国の上から同盟国の向こう側。 CPU にそれをやられるとね結構きついですね。あ、そう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 、僕あの最近ほらクルセイダーキング3の日本語モッドやった時 にクルセイダーキングの日本語モッドで1560年の織田家でスタートしたんですよ。でそうすると全くもってそれと同じことをあの北条家と武田家がやってきて、北条武田が今川経由で織田になだれ込んできてあっという間に滅んだんですよ。まあなのでですねなのでですね、いや来なくていいよと思った。かしこまった。もうそれはどうにもならんよ、武田北条が全力で織田に来るんだもん。もうね同盟国の上を平気で通る思考ルーチンだとそうなるんですよね。ちょっと待ってね、兵数は OK で、コアしましょう。もう一回これを見ましょうか。でもう一回それを見て、うまくピロリできれば、ピロリできた瞬間コアしたい。どっちにしてもコアはこれを待ってみましょう。あのこれ秀吉軍が壊滅することに期待します。ああ確かに足かける先にコアまずいかも。あ、コアしやがったナイス信玄です。さすが信玄。これはもうねさすが信玄としか言えないなよくやった、ほんとよくやった。さ、2000で沢山出陣しよう。
3000で日野。ナイスアシストですね。吉信と長坂4000で出陣するぞ。この城さあ当然受けよう。おっとついに織田方か、織田方が下れ、まあさすがにこれ以上は欲深いもので嶋佐根と松永久秀、嶋佐根奮闘勝利。どきな相手にならねえよ。これ以上はさすがに無理なんで壊しましょう。いやー小谷はねー、小谷なー205ね。いざ参る。ちょっとこのまま、ちょっとこのまま飽きないよ。始めましょう。これ欲しかったけどお金が全然足りない。ご命令を。まあちょっとこれを待ちましょうか。こっちはイカ上野。行くぜ。伊賀上野は秀吉か。あ、秀吉もうやべだから行けるはずなんだけど、市長 U ターンしてくる。我が野望、何人たりとも。そうそうそう、足りなければ捨てればいいんで。あ、嘘。いやこれ僕あの織田と講和して足利を攻めててもダメ、間に合わなかったですね。これ間に合わんかったな。でも僕これあの伊賀上野落としてしまえばもうあのさすがに合掌のご内緒もうでき使えないんで、ダメだ、舞台が足りんかった、しまったな。いやーこれダメだ、一回帰ろう。しまった。ちょっと出直しましょう。で状況見て、状況見直そう、見直そう。伊賀上の落としたいです、なんとか。はい、次標的になるんですけど、もうでもこの際はしょうがない。使いの者が来たようです。足利はさすがに従属、心中しないですよね、足利だと。表情始めるぜ。いや今今から人の入れ替えは新しく2つ取ったんで人を入れないと。これで表情はお開きだ。で完全に完全に人手不足になり果てました。ゲッチ、足利が真珠するんだ。でも格高そうだからどうだろうね。いやでも真珠してほしいですけどね、足利義明であれば。日野とかしこまった沢山が入ったんですけど、はっ。で人手がいない。観音寺城恩賞、かたじけない。もうあげるか、かたじけない。あげるか、かたじけない、かたじけない。うえ、かたじけない。よし、いけた。これで上手にすれば、で六角息子も城主に。承知いたしました。なんといやー、六角家が武田家内の六角派閥がでかくなってきました。で沢山、武田義信、曽根、延暦寺におぶ
二条城に信虎で、沢山に穴山の、これ弟かにか忘れちゃったんですけど、穴山を前に出すか。取ってき突撃穴山を前に出す。適当に副官つけてやる。よし。まあ顔はね、顔は信君と同じなんですけど、穴山信君もね、存在感として顔ぐらい欲しいなと思った。なんかね、有名どころというか、そういう有名どころも欲しいですよね。はい。筒井純家とかすごいいい顔もらったんで、なんかあんな感じというか、なんか個性のあるやつを。で、日野城がわりかしいい。日野城はわりかし良い。日野はわりかし良し。防類。かしこまりました。と、前に準剣場。日野も準剣場ガンガン鍛えましょう。いやー、まあでも、第1回はご覧できりですかね。そんなわけで、延暦寺から始まった信虎の戦いですが、なんか1回目はもう、どさくさ紛れですね。信長包囲網のどさくさ紛れに南近江を取ることに成功。で、息子も、信玄の方も名古屋城、犬山城、東美濃まで入りましたね。これ、遠からず信長滅ぶなぁ。だいぶちっちゃくなっちゃいましたね。兵力3万。兵力9万5千。うちでも2万。3万。まあまあまあ。それでは、長らくご視聴ありがとうございましたので、この後は、三国志にはしごしますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いします。それでは、一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。